はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、イサンポケというわけで、サンポケの実況していきたいと思います。今日はガチャパラートですね。うん。で、バリオの話はね、多分動画はまだ上げてないかな。うん、今日はね、レアガチャだけ。一応なんだっけ、そのバリオ将来クエストで、稼いだレアガチャ券を回していきましょう。さあ、何も演出はないけれど、逆に昇格する可能性が期待できるので、右上にスリップがなければ昇格です。なかったです。お疲れ様です。星さんは全部変換なんだよね。うん、星さん以下は。星さん以下っていうか、星さんしか出ないんだよね。最低がね、ここは。星2以下、星1は出ない仕様だからね。まあ、レアガチャだからね。星2、星1が出るのはどうかなみたいなのがあるからね。さあ、まだまだ、一人ぐらい欲しいよね。欲しい。あ、来た！夜だよ！桃だか桜だかがアリーの銀扉、アンニャちゃん、着ゼリフ。星4以上が濃厚。星4、星5の可能性もあるけど、星4が、お、来た！やったぜ！来た！しかも持ってないとこ、誰？炎章。炎章、お前。炎章さん、今来たか。あの時全然引かなかったからね。これで炎章伝後編が遊べる。ちょうどよかった。炎章槍兵で優勝、名門持ち。クスカジンシティがショーアップで、理性力の敵にアタックするとダメージがショーアップ。以降の大号令、味方全員の武力と視力がショーアップ。シティを7以上消費するとさらに武力と視力がアップする。まあ、このゲーム仕様の栄光だね。で、回転切りと。まあまあまあ、なかなか。これで多分、官軍をそこそこ揃ったんじゃない？あ、でも、陶器ちゃんか。陶器ちゃんがないんだ。演出はないですが、果たして昇格はございません。2.3 でした。まあまあまあ。あと2回出ますよ。まだチャンスはあるよ。昼、何もないからの何もない？ないですね。昇格もあるかもしれない。はい、いらっしゃい。来ない。テイクさん。まあ、着々とね。まあ、絆変換も嬉しいので。さあ、お昼で何もないか？ないのか？何もないのか？本当にないのか？はい、どうなってるんだい？からの？お！昇格だよ！昇格来ましたね。おお、なかなかの引きでしたね。持ってるとこカゴゲティ。おお、星5の絆変換ね。これあんま美味しくない気がするな。まあ、いっか。まあ、いっか。いいのかな。なんか複雑な気持ち。複雑だったね。あ、対戦ポイントガチャもちょうど溜まったのか。いいですね。じゃあ、これも引いちゃいましょう。レッツゴー。さあ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 。あ、夜だよ。何もないけど、アンニンちゃんはいた。もう普通。星4以上が濃厚。昇格がある可能性もあるから、星5も出てもおかしくないけど、何もなし。聖光や。確かこっちまだ星3終わってないんだもんね。聖光やどんだけ出んの？確率結構すごい、4連続。朝井さんじゃない。巨長。あ、でも星1じゃダメか。星1は全員終わってんだよね。星1は誰で引いても変換か。さあ、ここ持ってないところがいいな。持ってた官夫人5。そこそこ。持ってた。限定2。まあ、こんなもんか。まあ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 。悪くなかったですよね。長州さんじゃないの。まあ、星1、星2が変換されるのは、やぶさかではない。悪くないです。つうことで、あとやることないかな。もろもろやりましたね。今月はね、結構あれだね。銭で、てか、軽減値クエストの鍵めっちゃ交換しました。全部交換したし。桃はいいかな。桃結構余ってるんですよね。多分使い切れないんじゃないかなと思って。で、銭ケースの鍵はスルーしてるけど、桃ね、ここで、軽減値クエストも99個取りました、今月は。結構バリオさんのあれの攻略のために育成したんで、ごめんなさいね。イベントの効果も全部終わってます。まあ、ここは終わんないんだけどね。しょうがない。一人しか取れないので、やむを得ないということで。で、一応なんですけど、あれ、触ってない。バリオさんの方なんですけど、一応鬼級がね、無事に終わりました。なんだかんだで、結構ね、カンタクさん良かったと私は思います。あー、その位置やばい。
その位置に来られるのはめっちゃ困るやつね。ここに4回派遣してるから、ここに来られちゃうとね困っちゃうんだよね。たまにあるよね、あるある。そういう時は他に欲しいものを取りに行きましょう。まあ基本的にはまあキング優先でいいかな。この2箇所が安牌かなと思いますけどね、派遣は。言うてこの3つのキングは相当あるけどね、もう、うん、多分使い切れないんじゃないかぐらいあるけど、それでも回収するに越したことはないかな。あとは、あ、いいんだ。今、あ、違う、あと1個出させるんだね。で、あとはなんか、結構割とね、このお肉とか、この辺が多分、割と出すタイミングによって、私結構枯渇してるが少ないので、この辺か、多分この辺かな、出してるんですよね。お肉にしとく？いや、なんかちょっと覚えてないかな。まあ一応ね、メニューで確認できるんで、気になる方はね、チェックしながらやるといいかもしれないですね。で、はい、終わりましたね。で、各1回ずつクリアしたので、っていう流れですね。あと13個しかない。ただ、まだ、あと何日？あと60日もあるので、いけそうですね。むしろ全然マックスいけそうかな。で、今月末にまた、今月末というか、来月頭で、仮手に入るはずなので、そうだね、交換分、ショップで交換できる分が増えるから、で、今ね、進行度が5ぐらいまでいってるんで、いけそうですね。多分いけると思います。まあ、とりあえず上級とか、まあ、とりあえずね、3までクリアすれば、絆、バリオの絆手に入るんで、各3までクリアしつつ、あとは残り回収って感じかな。まあ、あと一応ね、ここの右上触ると、報酬確認できるんで、まあ、欲しいもの優先で。って感じだな。各3回でバリオの絆もらえるんで、あとはまあ切札か対戦ポイント、まあ、私対戦ポイントちょっと欲しいから、7回、上級7回まではやるかな。なんなら切札回収してもいいしっていう感じですかね。まあ、その辺はお好みで。まあ、あと鬼級が多分でも一番絆は鬼級稼げるんですよね。最低50で、70と100があるんですよね、鬼級クリアすると。で、上級でクリアしても多分24とかしかもらえないから、24の上あったかな。進行度を重視するなら多分鬼級をプレイするのがいいと思います。はい。そんな感じ。で、じゃあ、炎章を強化して終わりましょうか。あ、絆いけるな。954あるから、誰か1人終わる。いいね。やりましょう。で、炎章か最後になるんだよね。もう行っちゃっていいかな。あ、で、炎章で星5やなかったっけ。いた。あ、いいね。ここは、そうか、表示されるのか。早めに行っちゃってよさそうですね。さあ、最低限の強化だけをしてあげよう。もしかしたら出番来るかもしれないからね。むしろ星5だったら、割と出番あるかな。まだ最低限なので、プラチナは使わない。まあ、プラチナって呼び方が合ってるかわかんないけど。まあ、金、銀、銅の上といえばプラチナっていうイメージあるよね。多分プラチナで合ってる気はします。わかんないけどね。540しかない。使わない。少ないとこはあげません。で、他に手に入れたとか多分ないはず。強化じゃしてないところもないと思うので、あとは、この954ある絆で、星1の何なら逆にするか。まあ龍金から順番にやっていこうかな。散歩系版のね、星2以下はガチャで出ないので、で巨長が終わってないんだよね、対戦版はね。ちょっとだけなんだよね。結構ここを上がると綺麗になるんですけどね。じゃあ龍金終わらせますか。龍金で、これで1人、やっと1人目。結構かかりそう。結構かかるね。まあね、やることがなくなっちゃうよりはいい気もしますけどね。で、多分来月から対戦もね、多分、まあ専用対戦メインですが、復帰する予定なので、対戦ポイントガチャは結構回す頻度上がりそうな気はします。あくまでも気がするだけ。はい。最後やってみようか。じゃーん。というわけで、龍金終了。
うん、さああと何人だっけ。ソモ、リョウカ、長州、馬元、ギハサイ、天使、あと7人。うん、先は長いですね。頑張りましょう。でも結構ね、着々と。で、星3がもうほぼほぼ終わるので、星4の、あ、でも星4は違うか。星4の絆って、星5絆に変換した方が良さそうだよね。星5って後回しかな。先に星5、ん？何おかしなこと言ったの？星4を後回しにして星5かな。優先的に星5やった方が良さそうな気がしてたな。星4はまだいいか。ガチャで星4が埋まるのを期待すればいいのかな。うん。完璧星さんフルコンプ対戦星さんが定位利点火災要素を完璧演術トートン7人あと7人で終わる。うん、いやでもさあれ諸葛金って出ないのかな。なんか諸葛金いるとかいないとか今何引いてないだけもしかして。それはやばいねだとしたらやばい。どんだけ引いてないんだって。まあ、大越ちゃんとかもしばらくずっと弾かなかったからね。その可能性はありそうですわ。っていう感じで今回はこの辺で終わりましょうか。引き続き楽しんでいきましょう。一応ね、なんだっけ、バリオの、まあ参考になるか怪しいけど、うん、バリオのやつは一応私、カンタクのやつでいいかなと思うんですよね、あのデッキで。うん。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。